北大西洋のマンモスピラーにたどり着いた一騎。そこに立ちはだかったのはジェネラルの筆頭シードラゴンだった。これ以上ポセイドン様の周りをうろつかれても目障り。お前たちの戦いに幕を引いてやる。このシードラゴンがな。シードラゴンだと？この男、以前にも一度出会ったことがある。この恐ろしく強大なコスモを感じるのは初めてじゃない。まさか。どうした小僧、まるで蛇に睨まれたカエルのようだな。よかろう、恐怖は少なくて済むよ。一瞬で葬り去ってくれるぞ。この強大なコスモは、目の前をちょろつかれては目障りだ。はいと、オールデンタイアングル。おい、何者だ。今から死にゆく者にいちいち説明するのも面倒。謎を抱いたまま落ちろ。フェニックスよ、オールデンタイアングル。フェニックス剣幕。この男の実力はこれほどと。女ですとは比べ物にならない強者だ。このシードラゴン、実力ではマリーナの中でも随一と自負している。甘く見ないでもらおう。見るか、星々の砕ける様。恐るべきマリーナ、本当にマリーナなのか。この程度まで食い下がるとは計算違いだったな。もう少し頑張れば俺を倒せるかもしれんぞ。その余裕のある口はまだ実力を隠して。見るか、フェニックスの星々だけで飛ばしてくれる。このカノンの敵ではない。その程度か。焼き尽くしてくれ。パーフェクト、ウィナー。このフェニックスのクロスは不死身。貴様ごときには倒せん。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。この技、この強さ、お前の正体は。俺の素顔が見たいようだな。よかろう、ここまで前線した褒美だ。やはりジェミニのサガ。サガ、あんな愚か者の兄と一緒にするな。なんだ、兄だ。するとお前は。そうだ、俺はサガの弟、双子座ジェミニのカノン。お前たちはまさしくその星座の名の通り双子だったというのか。その通り。とはいえ、俺はサガとは違う。なぜならサガは愚かしくも善と悪、二つの心に常に苛まれていた。しかしこのカノンはただ一つ、悪の心以外持っておらんのだからな。そのお前がなぜポセイドン、兄のサガが果たせなかった野望を今度はお前が果たそうというのか。これ以上は問答無用。お前がフェニックスの名の通り幾度も蘇ってくるのなら、いっそのこと違う次元に飛んでいってもらおう。違う次元、アナザーディメンションか。どうかな。何も兄の技ばかり真似るつもりはない。落ちろフェニックス、時空の狭間に。ゴールデントライアングル。
このカノンが預かる北大西洋にある魔の三角地帯、フェニックス、お前はそこに入り込んでしまったのだ。未来永劫、異次元をさまよい続けるがいい。さて、これで厄介な奴らは片付いた。サガエ、お前の中途半端なやり方では何も手に入らなかった。今こそこのカノンが正しかったと証明してやる。地上どころか海海までもこの手中に収めてな。